Hey, what's up, YouTube? どうも、ソウジです。はい、ということで、本日はですね、ご覧いただいている皆様、ラコステというブランドはご存知でしょうか？まあ、多分ですね、ポロシャツであったりとかですね、アパレルで知ってる方っていうのが多いんじゃないかなと思います。で、この前なんですけど、そのラコステの本社にお伺いする機会がありまして、そこでいろいろお話をお伺いしてきたんですよ。で、僕、もともとですね、そこまで詳しくまでは知らなかったんですけど、そのラコステからですね、いろんなスニーカーが展開されてるんですよね。それでですね、本社でいろんなスニーカーを見てきたんですけど、結構良くて。で、今日の動画ではですね、そのラコステから展開されてるスニーカー、どんなスニーカーが展開されてるのかっていうのをですね、紹介していきたいなと思います。で、そのスニーカーの紹介に入る前になんですけど、そもそもこのラコステというブランドですね、どういったブランドなのか、どういった歴史を持ったブランドなのかっていうところをですね、簡単に説明していきたいなと思います。で、まあ冒頭でもですね、まあちょっと喋ったんですけど、ラコステというブランドを聞くとですね、ポロシャツを連想する方っていうのは結構多いかなと思うんですよ。で、もちろんですね、ポロシャツっていうところも人気なんですけど、このラコステというブランド自体の歴史っていうのはもうかなり古くてですね、テニスをルーツにしたブランドなんですけど、1927年にルネ・ラコステという方、この方はラコステの創業者でして、テニスコートでの暑さにも負けないように快適で通気性、吸湿性に優れた折り目のコットン製のポロシャツを自分のために作らせたところから始まります。まあそれまでですね、長袖のタウンシャツを着てプレーしてた当時のテニスプレイヤーたちからですね、その開発した半袖のポロシャツが注目を集めます。そして1933年にフランス最大のニット製造会社のオーナーであるアンドレ・ジリエと共にですね、ワニのロゴが入ったポロシャツの生産をスタートさせました。これがラコステのブランドの始まりとなります。まあ、90年近いブランドアイコンでもあるポロシャツなんですけど、このテニスウェアの表の見える部分にですね、ブランドロゴが入ったのはこれが初めてとなります。で、もちろん今もなんですけど、そのブランドのルーツでもあるテニスへのサポートっていうところもですね、力を入れておりまして、世界ランキング上位のメドベージェフであったりとかジョコビッチ、これらの有名な契約選手がいることでも知られています。ということで、そんな歴史のあるラコステのスニーカー、どんなスニーカーなのかっていうところを見ていきましょう。はい、ということで、こちらがですね、そのラコステのスニーカーになります。ということで、今回ラコステさんにですね、2タイプのスニーカーを用意していただきました。で、まずはですね、こちらのクラシックなシルエットの L001 というモデル。もうこっちからですね、まあ紹介していきたいんですけど、普通にシルエットかっこいいんですよ。これのですね、原型となったモデルがありまして、それがこちらのルネというモデル。ラコステの創業者のルネ・ラコステが1980年代にヴィンテージラケットから着想を得て生み出した初めてのシューズだそうです。で、このルネというモデルをベースにですね、トレンドのシルエットを組み合わせた一足となります。で、もう一足がですね、こちらのスポーティーなタイプの L003 というモデル。で、これはですね、90年代のランニングシューズのイメージと現代のパフォーマンスモデルのディテールをミックスしてアップデートした一足なんですよ。で、履き心地いいっていうところもですね、もちろん追求しながらも幅広いシーンで対応できる一足となります。で、この二足ともですね、名称の頭に L って入ってるんですけど、これはラコステの L から取ったものになりまして、そのラコステのブランドのフランチャイズモデルに位置付けられるモデルに付けられるんですよ。で、それのですね、登録番号の001番と003番といった感じです。まあ、今後のラコステの定番モデルとして位置付けられるモデルとなります。ということで、その詳しいディテールっていうところもですね、見ていきたいなと思います。はい、ということで上から見ていきたいなと思うんですけど、まずはですね、こっちの L001 というモデルですね。はい、こちら。これはですね、クラシックでボリューム感のあるデザインで、僕は結構好きなデザインなんですけど、アッパーの素材っていうのがですね、2パターンありまして、こっちはですね、全面スウェードですね。こんな感じ。で、こっちはタンブルレザーが使われております。で、共通してるデザインとしてはですね、こちらのヒールの部分ですね、ここ。このヒールサイドにラコステのワニロゴ。で、アッパーのこのサイドパネルのここのこのラインですね。これがですね、テニスラケットをモチーフにしたデザインだそうです。で、アウトソールのデザインはこんな感じ。このクラシックのデザインがいいですよね。で、こちらがですね、L003 というですね、スポーティーなデザインが特徴なんですけど、特徴としてはですね、ここの、シューレースの部分ですね。まあ、こんな感じのですね、ケージのようなレース構造になっているのと、あとはこのアウトソールの部分、このアウトソールがこう突き出たようなデザインっていうのも特徴かなと思います。で、こっちもヒールサイドにワニロゴ。で、この L003 もここにですね、テニスラケットをモチーフにしたラインも入っております。で、アウトソールはこんな感じのデザイン。まあ、クラシックなデザインが好きな方はですね、こっちの L001 になるかなと。で、スポーティーなデザインが好きな方はこっちの L003、まあ、こういった2タイプになります。で、そのラコステなんですけど、これまでいろんなコラボモデルが展開されてまして、例えばアトモスコラボであったりとか、コンセプトコラボであったりとか、いろんなコラボモデルが展開されてるんですよ。そのあたりもぜひチェックしていただければなと思います。はい、ということで、履いてみるとこんな感じです。こんな感じ。まあ、デザインとしてはね、すごいクラシックなモデルなので、まあ、履いた感じですね、まあ、どうなるなっていうのはちょっと気になったんですけど、履き心地っていうところも悪くないですね。まあ、今これアッパーがスウェードになってるやつ履いてるんですけど、足当たりも柔らかいですし、
柔らかいですか。まあ、こういうクラシックなデザインなんです。結構重かったりもするじゃないですか。重さもそんなことないですね。全然軽いです、まあ、軽いっていうのは言い過ぎですけど、普通に全然いいです、まあ、クラシックなですね、80年代ぐらいのシルエットで、まあ、ボリューム感もしっかりあって、まあ、そういったスニーカーが好きな人にはおすすめですね。で、続いて L003 です。こちらですね。まあね、さっきの L001 もそうなんですけど、こっちもですね、結構ボリューム感あるっすね。手に取ってみてもね、まあ、ボリューム感はしっかりあるなっていうところだったんですけど、履いてみてそのボリューム感余計感じるな。うん、履き心地もいいですね。クッション性はすごいですね。あー、足疲れなさそう、これ。まあ、でもそのクッション性っていうところもですね、柔らかすぎるっていうところでもないですし、程よい硬さみたいなものもあるんですよ。でもなんか長時間履いててもそんなに疲れなさそうな気がしますね。皆さんはどっちの方が好みでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、個人的にはですね、結構クラシックなデザインのスニーカーが好きなので、まあ、この2タイプであればですね、こっちの L001 の方が好みですね。まあ、これはですね、ちょっと余談なんですけど、この L001 ですね、そのラコステの本社にお伺いした後、電車で家に帰ってきたんですけど、その電車でこう座った時にですね、その向かい側にいた方ですね、その向かい側にいた方の足元がパッと目に入ったんですけど、この L001 履いてたんですよ。今話聞いてきたところに、今目の前の方が履いてるっていうのでちょっとびっくりしました。一瞬なんかこうドッキリ仕掛けられてるんかなと思って周り見ましたもんね、カメラないか。まあ、僕がですね、今まで全然チェックできてなかっただけでですね、まあ、普通にかっこいいですし、まあ、スタイルっていうところもですね、その着る服ですねっていうところも選ばずにですね、まあ、どんなスタイルでもハマってくれる一足なんじゃないかなと思います。で、今回ですね、こちらの2タイプのスニーカーっていうところをですね、まあ、紹介したんですけど、他にもですね、ラコステさんいろんなスニーカーが展開されてます。で、概要欄の方に各種リンクを貼っております。気になった方はぜひチェックしていただければなと思います。はい、ということで本日はですね、こちらのラコステのスニーカーを紹介してみたという動画でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. Bye bye.